対戦カードは若干変更しましたことをご了承ください。続きまして、本日メインイベントにてアジャックコング選手と初対決を行います宇多上美希子選手より、お客様へご挨拶申し上げます。本日は名古屋大会ご来場くださいまして誠にありがとうございます。本日アジャックコング選手と初対決します。宇多上美希子です。いつもより多少緊張していますが頑張りますので、最後まで応援の方よろしくお願いします。それでは全選手退場。7戦2勝3敗2引き分け、
ライセンスナンバー7、キャンディーオクズン、ステージ村山太一。Thank you.
Okay.
Come on!
きましょう。さあほら Thank you.
月、はい、終えてみていかがですか、印象というか、うん、でもね、楽しかったですよ、うん、やっててね、久々に、この後のレジはね、こっち来ちゃって、まあ、今日は勝ったからっていうのもあるからですけど、うん、あのね、すごいね、楽しかった、やってて、うん。それは何でしょう、内容的に満足いくのか、うん、やっぱりあの途中すごい追い込まれたりとかもしたんだけど、なんていうかな、やっぱりあの世代がああいうふうにガン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 来てくれないと面白くないじゃないですか、ね、やっぱりアルシオンっていうのは ああいう第三世代以降が主流になって引っ張っていくのは、そういうふうに第1世代、第2世代っていう今に目いっぱい来てくれると、まあ見てる方も盛り上がるし、やってる方としてもやっぱり何クソってなるし、よくさ、今逆ピラミッドになってて上がいるから下が伸びてこないとかもいるけど、うん、言うけど、でも下、そのね、上を越せない下っていう現状っていうのも考えてて、自分たちのこと思って、うん、上がいるからじゃなくて、いたって行くやつは行くし、いなくなったっていけないやつはいけないんだし、そういう状況で、ね、下がすぐにガン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 来て追い出しにかかろうとすればレベルもアップするんですよ、上だって簡単に行かせないようにするんだから、そうすればおのずとその団体ってレベルアップってしてくるわけだから、今回ゴミにやられたら次はもっとこうしてやろうとかさ、やっぱり考えるじゃないですか、お互いにね、下が伸びてこないって言って上がじゃあ潰して終わりじゃ上もそこまで伸びないし、うん、だからそういう意味でね、すごい楽しい、やっぱりこんちくしょって思わせてくれないと、うん、そうですね、やっててもつまんないし、見ててもつまんないし、うん、そういう意味でだから本当に今日のお客さんなんか満足してくれたんじゃないのかなって、うん、でもこれをねしていかないと生き残っていけないでしょ、今の世の中、うん、川崎のカード、まあ、出たんですけども、うん、まあアジア選手希望通り、まあ、レジでやって、希望通りも何だってそれは変えないんだから、私が決めるんだから、はい、当然じゃないですか。それで、二上選手もですね、うん、吉田選手と1回戦で、うん、まあ、これ勝ち上がって、うん、有田選手も勝ち上がったら、もう一回二上選手と、うん、今日と同じカードになる、2回戦になると思うんですけど、うん、いいんじゃないですか。まあでもとりあえずは、でもまずね、レジを潰すことだから、うん、だから今回のそのカードに関しては本当に全部潰し合いですよね。だって本来だったら私レジ分けてさ、順当に勝ち上がってこれるより小本が組めるわけじゃないですか。でも私とレジの潰し合いして、で、ね、2回戦で上がってくるもので、私がレジか吉田が二上かっていう、まあどっちかっていうとアルションでやるところの旧世代が結局そこで潰し合うわけじゃないってことは、新世代の方にすごいチャンスはあるわけでしょ、うん、だからこのチャンスを誰がものにするか、うん、でまたこっちはこっちで絶対行かせないって、ね、まして私は絶対に、うん、たとえ旧世代とか新世代とかそんなの関係ないから、とりあえず自分が取るんだっていうのしかないから、まあ、まずはレジをね、うん、行ってレジ行って、次にまあ吉田だってそういう風にね、せっかく復帰してきてやるんだから簡単には上がらせないと思うだろうし、自分だってっていう気があるだろう。ここでだって吉田が飛び抜けたらやっぱりすごいことじゃないですか、こんだけみんなから遅れ取ってたわけで、でもそういう気持ちって絶対持ってると思うから、本当に完璧に一番ブロックは潰し合いだし、まあ、向こうも向こうで潰し合いなんだろうけど、潰し合いをした上でこっちで勝ち上がってきたやつが、うん、やっぱり行くんじゃないの、うん、でそれは誰って私に聞くならば、それは私って答えるしかないんですけど、うん、まあ、そのファイトスタイルの問題でですね、うん、まあ、純粋にスリーカウントを取るっていうか、従来のプロレスっていう言い方が、まあ、当てはまると思うんですけど、それとそのもっとより格闘技の強い、なんていうんですかね、方法論があると思うんですけど、今日のまあ第2試合の、第3試合ですかね、深川選手と向井選手の内容っていうのは、かなりその決めるとか、そういった色が強かったんですが、アジャムーン選手、そういうスタイルの。で、うん、もしアジャコンの選手に向かってくる選手がいた場合は、うん、これに対応するんでしょうか、それとも、まあ、アジャコン流のやり方というか、まあだから、なんだろう、対応するっていうかね、まあだから、
まるっきりね、そういうふうに、相手ぶち切っちゃって噛み合わないことをするのも、まあ一つのあれかなと思うんですよ、ポリシーっていうか、そういうのがある人はね、そうだと思うし、ただ、私の場合、アジャコングのスタイルって何って言われたら、何にでも応用するのがアジャコングだと思うから、まあだからその時の、まあだからその、まあ決め合いなら決め合いっていうのに、ただでも付き合うことはしないから、あくまでも自分を貫き通した上で、そういうこともやりつつ、でも最終的にはやっぱり、アジャコング、ああ、やっぱり今日はアジャコングだったなっていうので、うん、割れればいいって言ったら変ですけど、うん、外側から見てるとですね、うん、玉田選手と奥木選手が、うん、なんていうんですね、この間の新聞とかですね、うん、今日の大向かいとかの戦っていうのは、かなりこう違うものに見えたんですが、うん、その辺は、いわゆるその格闘技術の強い試合と、うん、まあその、なんていうんですかね、従来のプロレスをかなりこう、うん、突き詰めたような感じで、でも相手次第じゃないですかね、それも全部、うん、で、それをそういうふうないろんなものが本当にだから対局にあるようなものを一つのリングでそういうふうに見せていって、しかもこの人が今日こういうスタイルをやったんだけど明日になったらこっちのスタイルとか、うん、でそういうふうに結局でもプロレスラーって何でもできて当たり前じゃないですか、うん、できて当たり前だから、だからその相手によってスタイルが変わってっていうのはそれでもいいんじゃない。でも中にはね、いや私はもうこのスタイルでいいから相手が誰であろうと私はこのスタイルで突き進むっていうやつがいるならそれはそれでいいけど、うん、それはそれでいいと思うし、まあだからいろんなパターンがあっていいと思うし、あった方が面白いと思うし、まああとはお客さんがどう取るかですよね。うん、だからそれもアルシオン、これもアルシオンなんですよっていうことでこっちは提供していくしかないですから、うん、だからね、二神なんかでも結構すごい格闘技職っぽいような書かれ方をしてても、でもあれって結構ほら純粋になってたらいいんだけど、本当にオーソドックスなレスラーでしょ、うん、だから今日なんかやっててもきちんと決めるとか決めるんだけど、でも見せるところはちゃんと見せるしみたいな、うん、だから面白いなって、だからそれがもっと二神がじゃあまた別の選手やったら別のスタイルになるわけだしっていうね、そういう意味では面白いんじゃないかな、いろんな可能性っていうか、みんないろんなあれがあって、うん、だからアルシオンって何って言われて本当にまだまだ全然わかんないんですけど、実験段階ってずっと言ってるじゃないですか。でもそれ実験段階していく上でこの間の奥津と玉田みたいな試合もあり、で今日と今日のね、あの大向と深みたいな試合もあり、でもそれが試合として成り立ってるって言ったらいいんだけど、きちんと噛み合ってるものだったらそういうのが全部あるのは含めてアルシオンだから、格闘技スタイルの試合をだけを見に行って、こっちはプロレス見に行ってとか、あっちこっち行かなくても、ここ来たら全部見てるんですよってなったら、それがそれでいいのかなと思いますよね。だからルチャも見れるし、格闘技スタイルも見れるし、オーソドックスも見れるしっていうのが最初の理想でしょ。うん、さすがでした。なんかでもだんだん面白くなってきたんじゃない、ルチャも。そうですか、あんまり見てないです。でもね、でも二人に一つ言えることはね、ビビっちゃダメ、アジャコングだからって。あいつが今日負けた原因はそれだけですよ。で、だってで入場式の挨拶で、ちょっと緊張してますって、あの時点で今日はあいつの負け。そう、あれがなくなったらいけるよ。でも言わなくていいや、二人に。Thank you.
コーナー8戦3勝3敗2引き分けライセンスナンバー7キャンディーオクブーツ。Oh, no!
ました。ファイナルスコール。よし、頑張ろう。すごい雑誌を通じてですけど深川はできないできないって聞いてたんで、でも一緒に練習とか始めてから、この子ってなんでできないって言われてるんだろうなっていうのもあって、確かにあの旗揚げ戦はすごい良かったっていうことは聞いたんですけど、なんかそれから結構、まあ、自分と一緒で結構波に乗れなくて、やっぱお口とか玉田とかにちょっと先を越されちゃってるところがあるんですけど、でも今日当たってみてすごくなんか同じ位置にいるからかもしれないけど、なんかお互い意識し合ったところも出てたと思うし、気迫もぶつけ合えられたんじゃないかなと思うんですけど、いや、あの結構聞くキレイヤはい、その辺は。そうですね、なんか深井なんかは結構前座時代に、ね、堀田さんとか前川とかの蹴りを受けてるんで、結構打たれ強いなっていうのは感じましたね。だから打たれ強いから、その打たれ強さを壊さなきゃいけないんで、やっぱまだまだ自分の蹴りがまだ未熟だなっていうのも今日は勉強になりましたね。まあ、この前のとかと同じ、はい、あの最後技でしたけど、はいはい、あのこれからも。そうですね、今まで手にいた時には使ってなかった技なので、であんまり関節って今まで使ったことなかったんですけど、
まあ、ちょっと研究して自分で何か一個関節で決められるような技をと思って考えたんで、これからも決め技で使えればいいなと思います。まあ、川崎のトーナメント組み合わせ、決まってですね、1回戦に勝ち上がれば、まあ、両方とも1回戦勝ち上がれば、また深川選手と、はい、奥塚深川なんですよね、はい、なんかどっちが上がってきても楽しみなんで、楽しみっていうのもあるし、やっぱ優勝今回ちょっと狙ってるんで、ちょっと勝ちにこだわりたいなと思います。今日もそういう意味ではちょっと最後負荷も結構かかってきてるんですけど、負けたくないんで、もうちょっとで時間切れ。あ、そうでした。あの、まあ、13分20秒でしたけども、はい、もうちょっとでもうドローだったんですね、はい、やっぱり時間とかは時間今日は気にならなかったですね。時間切れになっちゃうのを忘れてました。でもやっぱり引き分けるだったらその前に決めたいですね。作戦としてですね、はい、フリーカウントを取りに行くのか、はい、特にギブアップを取りに行くのかっていうのは試合の流れの中で決める。そうですね、グラウンド選手にもよりますけど、でも自分の持ってる技だとやっぱりスリーカウントを取りたいですね。32 pounds, fighting cheer,
the fastest lady wrestler in the world, Rie Tamada! Yeah!
Yeah!
Oh, my God.
13分32秒、垂直落下式ブレーンマスターからの体格によりウィナーアーチャー。ちょっとね、やっぱ太いから足とかが思ってた方がかかりにくかったんですよ。で、膝つ詰めてるつもりが足首とか詰めてたし、やっぱマウントとか乗られたら
ない武器ですからね。もうちょっとだから私もウェイトアップしてパワーアップしようかなと思って。まあ、川崎のトーナメントで、アジア選手、ベジーと戦うんですけども、はい、まあ、高見さんも1回戦勝ち上がって、アジアが勝ち上がればもう1回。そうですね、レジーにも負けてるし、どっちが来てももう一回リベンジできるから。というか1回戦で勝ったらなんですけど、1回戦がまだ未知の相手なんで。吉田さんのね、プロレス見たことないというか、前場の時は見てたけど、アルシオンになってからはスパーリングとかしか見てないから。今日のコスチュームというか、今日のはなんて言うんやろう、なんかアルシオンに来て結構プロレスを楽しむようになったんですよ、自分なりに。で、アルシオン来て変わったって言われたから、アルシオン入る前の、変わる前のアルシオンの二神とかエルの二神とかじゃなくて、レスラー二神ミキコって見た時に、どれだけ変わってどれだけラジコンブとブルブラの試合ができるか、あとはちょっとなんとなく緊張感が最近足りんかったなと思って、でそれでちょっとね、血気分やってただけのコスチュームでちょっと気持ち入れ替えようかなと、単純なんですけどね、コスチュームぐらいで。みたいなやつも、あなたがもうすごい衝撃とかすごかったけど、この裏剣がやっぱりすごかった。なんか今まで食らった技の中ですごい一番衝撃が走るっていうか、すごかったです。私はアジャドーム選手と私がしたいためにアルシオに来たので、とりあえず念願は達成できたかな。そうですね、なんかアルシオンイコール爽やかじゃないですけど、今まで結構握手で終わる試合が多かったと思うんですよ。で別にそれがいけないとかそういうことじゃなくて、なんか自分も負けてるしやっぱり悔しいし、で向こうもなんか自分の前でなんだってガッツポーズ取ってきたんで、なんだこいつと思って、次は絶対負ける気しないんで、まあ、今日負けちゃったんで何言ってもしょうがないんですけど、次は絶対負けないです。かなり関節技とかですね、まあ、グランドのポジション取りとか、はい、そういったことを練習してるんじゃないかなと見えたんですけど。そうですね、基本的にはそういうスタイルを今は追求してるというか、全部本当は追求したいんですけど、やっぱりムーンサルトにしても
自分前までちょっと使ってたんですけど、もっと完璧にフィットするっていうか、落ちた体勢がなんか悪かったりとかすごいあったんで、そういうのもできるようになってから使いたいし、とりあえずグラウンドの時もやっぱ有利な立場になりたいんで、優勢になれるようにやっぱ、出稽古とかでも力入れてますね。自分としてはその今そんな感じですかね、格闘技の強いスタイルを練習を主に中心にした、はい、そこに何か派手なものをポンポンと入れていけたらなと思うんですけど、肩上げした頃よりも、はい、その技のミスみたいなのがなくなっているようなのが多いんですけども、ありがとうございます、うん、とりあえず自分落ち着けばあんまりミスしないと思うんですけど、いつもバタバタ動いたり緊張しちゃって、そういう風になると絶対結果が技のミスにつながってくるんで、試合前も落ち着くことにしてます。あんまり気負わないように、考えすぎるといつも失敗するんで。これから何か新しい技とかっていうのは何か出せそうですか？あ、はい、出します。もっと完璧になったらやっぱ使うからには自信のあるものを使っていきたいんで、もうちょっと練習して、はい、今回の川崎のトーナメントで、はい、新しい一面というか、見せたいところだと思うんですけども。そうですね、なんか旗揚げで結構取り上げていただいて、その後ずっと、あれっていう感じだったんで、ちょっと挽回しないとなと思ってるんですけど。